2020年12月15日、俺は人生最大のクリスマスプレゼントを購入した。それが、これだ！デスクトップ型ゲーミングパソコン。とうとう俺もデスクトップパソコンおよびゲーミングパソコンデビューだ！クリスマスはとっくに過ぎてるからな。ルーダスさんね。まず、このパソコンは最大手 BTO ショップ、ガレリアで購入。このパソコンの名称は、ガレリア XA7R R7OS で、お値段はカスタマイズなしで、17,654円。で、いろいろとカスタマイズをしてもらったので、最終的には198,374円で購入しました。では早速、今回購入したパソコンの性能を簡単に紹介したいところなんだけど、さっきね、ガレリアのサイトを改めて見てみたんだけど、俺が今回購入したパソコン、商品ページが削除されてたんだよね。つまり、俺が購入したパソコンは、今の段階ではもう売り切れて買えなくなってしまったってこと。俺が買ったので最後の一個だったのかな。だとしたら非常に運がいいな、俺。でも安心してほしい。俺が買ったパソコンとほぼ同じ性能を持つ双子パソコンの情報をスクショしておいたから、それを使って紹介していこう。基本性能はこんな感じ。CPU はコレ i って書いてるんだけど、俺が買ったのは Ryzen 7 3700X だったかな。グラフィックは GeForce RTX 2070 Super 8GB。メモリが 16GB。SSD は 512GB NVMe SSD。HDD はなし。電源は 650W80+ ブロンズ。ベンチマークスコアってやつが、確か9900ぐらいはあったかな。まあ、サイト曰く、この数値だと、レベルは4で、4K 解像度でのゲームプレイに適してるらしい。ね、今紹介したのは基本性能なんだけど、今回自分は、これに加えて、こんな感じでカスタマイズをした。面倒な初期設定をやってもらい、HDD も 8TB 増設。さらに、マウスとキーボードも追加。モニターの方は、ビューソニックっていう会社が作っている、VA2419SMH7 っていう、23.8インチワイドの、IPS 液晶モニターを購入。では、俺が購入したパソコンの情報を簡単に説明したところで、なぜデスクトップ型ゲーミングパソコンを購入したのか説明していこう。YouTube チャンネルを開設してから現在まで、ノートパソコンで動画編集をしていました。確か約5年くらい前のモデルだったかな。約5年くらい前のノートパソコンということもあって、たまに編集ソフトがカクついて、動きが鈍かったり、あとエンコードっていう編集した動画を投稿できる状態にする作業があるんだけど、15分くらいの動画のエンコードで、1時間くらいは余裕でかかるんだよね。つまり、今の俺のノートパソコンでは、効率的に動画編集ができないんだよね。ちなみに性能なんだけど、CPU がインテル Core i5 4200M、メモリが 8GB。使ってる編集ソフトは AVI Util だね。多少編集に時間がかかるとはいえ、ま、このパソコン使い続けてもよかったんだけど、俺ももう大人で仕事をしていてお金を稼げているからさ。ここは思い切って、ノートパソコンよりはるかに性能がいいとされ、登録者10万人以上の大手ゲーム実況者のほとんどが動画編集で愛用しているデスクトップパソコンを購入しようと決意。冬のボーナスが出たこのタイミングでデスクトップパソコンを購入しました。これがまず一つ目の理由なんだけど、もう一つ理由があって、FF13 をプレイしたいから。2020年12月時点で FF13 は3作全体を通して PS3 および Steam っていうパソコンゲームを取り扱っているサイトでしか販売されていない。イコール PS4 では遊べなくて、今 FF13 遊ぶならデスクトップ型ゲーミングパソコンを購入するしかないんだよね。それに Steam には FF に限らず面白い名作 PC ゲームがたくさんあるし、家庭用ゲーム機では実現できない高グラフィックで遊ぶことができるんだよね。そうそう、ゲームソフトで思い出したんだけど、このパソコン購入した際、なんかマイクラのゲームソフトも付属してきたんだよね。まあ無料でマイクラついてきたから、その気になればマイクラの動画投稿できるんだけど、まあ俺のメインチャンネルはね FF 専門でやってるから、もしマイクラをやるとしたらサブチャンネルで投稿していくことになるかな。あ、サブチャンネルって言ってもブログの方じゃなくて、FF 以外のゲームを投稿していくサブチャンネル。まあ、今はまだ作る予定はないんだけど、もしサブチャンネルを改めて作った際は、メインチャンネルで投稿休止している、無双、アトリエ、ナルストシリーズをはじめ、FF 以外のゲーム動画は基本的に、そのサブチャンネルの方に投稿していくことになるかな。あと、自分のノートパソコンでは完全な力を発揮できない、Adobe Premiere Pro を動かしたいという理由や、FF14 はオンラインゲーム。オンラインゲームイコール、PC。ということで、PC で FF14 を遊びたいという理由もあるね。
さて、デスクトップパソコンを購入した理由を説明したところで、次はなぜガレリアというサイトでパソコンを購入したのか説明していこう。デスクトップパソコンは BTO ショップっていうパソコンのカスタマイズができる専門ショップで購入することが基本で、ドスパラが運営しているゲーミングパソコンショップ、ガレリア、マースが運営しているゲーミングパソコンショップ、G-Tune など様々な BTO ショップがあるんだよね。もともと自分はね、乃木坂46がスポンサーを務めているマース、G-Tune のパソコンを購入しようと思っていたのよ。ほら、俺美少女大好きゲーム実況者だからさ、可愛い子ちゃんたちがスポンサーを務めている会社のパソコンをぜひとも欲しくてね。でも俺が欲しかったパソコンは基本料金で20万円は軽く超え、カスタマイズもすると普通に30万くらいは超えちゃうんだよね。いくら冬のボーナスが出たとはいえ、さすがに30万は持ってなかったからさ。コスパがいいとされるガレリアのパソコンを見ていたら、同じ性能の条件でも12万とか15万くらいが基本料金だったから、金銭面のことを考えてガレリアに決めたってわけ。美少女大好きゲーム実況者ならお金より可愛い子ちゃんたちを取るべきなんだろうけどさ。さて、パソコンの性能は紹介したし、パソコンを買った理由とガレリアで買った理由を話したから、多分もうこれ以上報告することはないかな。もし何か報告し忘れていたことがあったら、また改めて動画で説明しよう。というわけで、今回は新たに購入したデスクトップ型ゲーミングパソコンについて紹介しました。このパソコンとともに一流のゲーム実況者を目指してこれからも頑張っていくぜ。では今回の動画はこれ以上となります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。